my flock. Thank you.
俺らの勝ちだ。そうだね。けど最後に勝つのは俺ではない。俺だ。この後に及んでハッタリでも仕掛けようってのハッタリか。ならば自分の目で見てみればいい。この次元の座標もね。まさか、そんな、さっきよりも超次元に近づいている。どうして急にこんなに。君たちが全員こちらの次元に来てくれたおかげだ。邪魔者がいないとここまではかどるとはね。女神を落とすことができなかったのは残念だが、これでようやく制限なく超次元に行くことができる。それがこの次元を移動させていた目的か。ああそうさ。2つの異なる次元が同一座標に位置することで次元同士は一つの新たな次元へと融合を果たす。そうすることで精神体の俺でも超次元で実体を持つことができるのさ。もっとも俺の方は超次元側のシェアエネルギーを大量に浴びたせいで、少しの間なら超次元側でも実体を得られるようだけど。行くよクロワール。とうとう超次元に行くんだな。待ちわびたぜ。また会おう。次に会う時は封印から解放された真の姿を見せてあげるよ。逃げ切る気か。ああそうだ、せっかくだから君たちにプレゼントだ。私たち、君たちの夢から作ったんだが、少々作りすぎてしまってね。処分するのも面倒だし、煮るなり焼くなり好きにするがいい。それじゃまたな。カラちゃん待って。逃げられたな。追いたいところだけど、さすがにそう簡単に通してくれそうにないか。せめてクロちゃんさえ標本に挟まってる。私がワープさせてあげられたのに。もうクロちゃんのバカ。なら、ここは私たちに任せて。ネプギアたちとゴールドサードは超次元に行きなさい。私たちが。こんな数だけ多い偽物の相手、私たちだけで十分だわ。それに偽物とはいえ、実の姉と同じ姿の敵を倒すのにも抵抗があるでしょ。ほら急げ、早くしないと完全に次元が融合しちまうぞ。わかりました。それでは皆さん行きましょう。そうだギャッチ、一応こいつを持ってけ。シアクリスタル、さっき作ったあまりだ。そいつがあれば俺がいなくてもシェアリングフィールドが展開できるはずだ。もしダーク女神との戦闘になったらそいつを使うんだ。わかりました。おっと、ここから先には行かせないわよ。あなたたちの相手は女神さんたちだけじゃないですよ。アイちゃん、コンパ、どうしてあなたたちがここに。ネプギアたちと一緒に行ったんじゃ。油断して敵に捕まっちゃうようなうっかりさんたちだけを残していけるわけないでしょ。私たちにしか手伝えない。ありがとう、二人とも。
どうやらネプギアちゃんたちは無事に逃がすことができたようですわね。ちょっと変なフラグを立てるようなこと言わないでよね。元気そう。何よ、ウズメ。ネプッチの方は少し見ない間にすげえ姿になれるようになってるな。ゴールドさん、ゲーム業界のみんなの信仰心の守護女神の転換期を乗り越える。そっか、よかったな。おお二人さん、ちょっといいですか。どこから出てくるんだよ、でっかいネプチは。私のことを放っていいムードを出すのはいいけどさ、時間と場所をわきまえてよね。ユリユリした空気は好きだけど、敵さんは待ってくれないみたいだよ。てっぷりしていってね。うわあはっ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 ちょっと待ってほしい、ネプッチ。チョコ！もういきなり何さ、海太郎。せっかくかっこよくバトルに入るところだったのに。しばらく会っていなかったから忘れていても仕方がないが、俺の名前は海代だ。
Thank you.
潰す。
ってるよ、そのくらい。ネプッチのくせにいちいちそんな細かいこと気にすんなよ。へえ、あれだけいたのに全員倒すなんて意外とやるじゃねえか。クロちゃん、今さらどの面下げて戻ってきたのかしら。え、うずめとこの次元の秘密を知ったお前らはどうするんだ。そんなの聞かれるまでもないわ。もう一人のうずめを倒す、それだけや。でもいいのか、あいつを倒せばお前らがゼロ次元で呼んでる場所も含めて新次元は消えるんだぞ。どうしたらそこのうずめも文明もこの世界の住人みんなが消えちまう。それでもお前らはうずめを倒すってのか。そんなこと。おいおい、ちゃんとさっきの話を聞いてたのか。この世界はうずめそのものなんだ。あいつが消えればこの世界も消えるのは当然だろ。けど困ったよな、あいつを倒さなきゃ超次元は救えない。超次元を救うと新次元は消滅。まさに今ゲーム業界の歴史の分岐路に立っているんだ。守護女神としてお前らはどう答えますか。ひどいよ、クロちゃん。そんなのどっちかなんて選べるわけないじゃん。分かった、きっとこれは選択肢が出た後に数秒後に第3の選択肢が出るパターンだね。答えは出した方がいいと思うぞ。何もしなければ2つの次元の融合は進むんだからな。世界はなぜこんなにうずめを追い詰めるんだ。彼女は何をしたって言うんだ。ま、自業自得だな。超次元を一度滅ぼしかけたんだ。人類が呪いとして絡まってても不思議じゃない。どういうことだ。なんだ、まだ気づいてないのかよ。ギアが集めていた断片的なレポートがあっただろ。あれ、うずめのことなんだよ。なかなか気づいてくれないから、うずめとデータを修復してやってもお前ら全然気づかねえな。世界中の奴らに恨まれることをしてかしたんだ。それが呪いとしてまとわりついててもおかしくないだろ。どうするの、ネプコ。うん、無に決まってるよ。ただでさえ自分の正体を知ってショックを受けてるのに追い打ちだなんて、そんな状態のうずめを一人にできないよ。Yeah.
ましょう。
や、そこ、あ、なかなかの指触り、いえ、耳触りでしたわ。あなたたち、こんな時に何やってんのよ。すまない、マッチ。ベルッチが、意外にもテクニシャンすぎて、つい。私も、イケメン声のあえぎ声に魅せられて、つい羽目を外しすぎてしまいましたわ。攻めますな。よろしくね。いいじゃん。